サーシャサンライズの PV 用の映像をねちょっと撮らせてもらってて、はい、カメラ回ってるの気づいた気づいた、はい、もうバリバリ見えたから一生懸命そのカメラのラジオ聞いてる皆さんに言いました、はい、杉村さんっていう方にお願いしたんですけど、はい、冬のこうニコッとした瞬間とかなんかいい表情撮ろうかなって一生懸命狙ってて終わった後に全然笑わないでって言われたので真剣勝負だからねまあまあそうですね、まあ、ライブ中笑わないじゃんまあまあライブ中も笑わないけどまあでもテクレツで時折笑うんじゃないですかライブ中かな締まりのない顔で笑ってるように見えるんじゃない、うん、テクレツ一番なんか言われるよね満面の笑みだったとか、ね、そうだね、うん、なんか今日は動きがすごかったか君は無表情にも程がありどんな時も顔は変わらないよねほら写真みんなで撮る時もずっと顔が変わらなくてさ同じ写真かなコピペみたいなそうそうそうまあ、感情がないんですか感情はまあ、ありますけどそんな人として愛情とかって持ってるんですかまあありますけどそんな重要なものではない表現しないと自分にとっては表現しないと伝わらないんじゃないですか人にその奥の何ていうのかな感情になる前のエネルギーを、うん、自分はその、うん、送ってるわけですよ、うん、皆さんに感情にでもそれを、はい受け止めるために、うんはい、前段階として表情とかあった方が、ね、よりそうそう伝わりやすい。いやでも脳とかはあのお面じゃないですか。はいはい、で歌舞伎はむしろ表情すごいですよ。表情とか動き。でも脳って動きも、うん、お面というか表情もそれこそお面なので、はい、最小限で、うん、だけど脳はまさにあれ幽霊とかあの一つの舞台で、うんうん、あの場面転換も全然ないしずっと一つの場面なんですけどあそこに幽霊だったりもう死んでるのと生きてるのがごっちゃごちゃにいるわけなんですよだからまさに脳は異次元多次元まあどうでもいいんだけどさ昨日その昨日横浜アドのライブは、うんうん、グラさんだったんですよねそうびっくりしたあれはグラさんの表情だったグラさんは何を意味してるか言えグラさんあれはなんか全部鏡、はいレンズだったじゃないですか、うん、表面の、うん、あれもう全ては鏡だよって君は僕で僕は君さみたいなそういうアイ&アイみたいな感じそういうことだったらしいですよはいそんな冬ですけれども、はい10周年ってことで、まあ、ライブが続くんですよね今回そうなんですよそうですねこの放送してる9月の2日日曜日今日はですね、はい、アコースティックワンマンということで、まあ、先月8月の放送でアコースティック流して、はい、あれがすごい評判が良くてなんかかっこよくないとかおしゃれじゃないとかなんかすごくこう爆音でなんだろうメタルなイメージがあったりとかしてて聞いた人からの感想とかで、はいなんかアコースティックかっこいいし大人な感じとかうーんすごく反応が良かったそうだねなんかまあより曲が伝わりやすいみたいなっていうのはあるかもね確かにまあ今後はアコースティックってまたやる予定とかってあるのそうですね今まで余興とかね結婚式のお祝いとかでしかなかったんですけど今回初めてやってみて、うん、初の試みだね、うん、まあまた今後ね機会があればぜひやろうと思います、うん、面白かったファッションとかね書いてなくて音中とかもすごく良くて、うん、はいそうですねそれがその10周年第1弾だったんですねそうそうそう今日のね今日からスタートでまたその2、はい、その3と続くんですけど、はい、じゃあその2をテケルツ君言ってください、うん、その2がですねこれって前も多分ラジオで言ったのかなうん先月言ってきました、うん、9月15日ね扇町パラダイスってところで我々のホームですね関西大阪だけどホーム本当ですよね、はい、東京生まれで大阪ホームね地球育ちそうですね、はい、でそうですねこの時はまあ5バンド出るんですけれども、はい、出演が中岸由香カルテット、はい、立てる、はい、モノカイト、はい、と最後に自然界が来てそうですね
この自然界の掟さん以外はもう皆さん、ね、うん、FU で一緒に大阪でご一緒したことがありまして、もう素晴らしいメンツ、なじみで、最後の自然界の掟さんもすごい大御所バンドさんらしいんですよ、情報によると。なんですごいいい、ね、メンツというか、素晴らしい出演者で、で FU10 周年記念っていうタイトル、銘打ってくれてるんですよ、すごい、大阪なのにすごいありがたいですね。そうですね、はい、でまあスペシャルゲスト安井敦志、そうですね、全曲さん、全曲ギターで参加するんです。おってことは2ギター、はい、そうなんですね、4人でやりますね、はい、すごいすごい。でその次が東京で、はい、じゃあファイナル、そうです、はいはい、ファイナル、タイトル By for now, by for good の9月28日金曜日の下北沢のクラブ251、クラブ251ですね、はい、ファイナルですね。18時半、18時半スタート予定ですね、はい、下北沢、はい、下北沢です。出演者がこちらどこから、ピープルジャムさんと、はい、レボリューション9さん、はい、リトルモヌークっていうバンドと、はい、あと杉村良一、レボリューション、そうですね、家でねえしレボリューション重なったね杉村良一、レボリューションズ、そしてそうです、ね、もうだね、あとスペシャルゲストとしてエビジンジャー&宇田川雄大です。あ、違います、エビジンジャーじゃなくてエジジンビア、 あれそうなんですよ、あれそうなんですよこれ遠目に見るとわからない、なんか前エビジンジャーでね、エビジンジャーのが知られてるのに、エジジンビア、エジジンビア、エジジンビア最初分かんなくて、うん、エビジンジャーって読んじゃうよね、あ、そう、読んでました、すいません、はい、まあまあまあ、でもエジジンビアがギターで、あとまあ宇田川雄大っていう、まあこれはリトルモヌークのボーカルの方ですね、かつての潮時 FM というバンドで、そうだね、あの昔一緒に、はい、対バンしたりとかして、はい、彼の歌声はね、すごい、ね、何年かぶりだね、うん、本当にめちゃめちゃ久しぶり、その出演バンドとしても出るし、うん、ゲストとしても FU に参加してくれる、 FU のライブの中でも、うん、エジジンビアさんと共に、うん、そうねエジジンビアと宇田川雄大なんで楽しみにしてください、はい、なんでもう今後はスペシャルライブしかないですからね、9月、そうだね、どっちも、うん、はい、続きますね、はい、というわけで、はい、ちなみに10周年迎えて、はい、この11年目に突入するわけでしょ、あー、そうか、その抱負を一言ずつ、はいはいはい、じゃあゆうくんから。11という数字は、うん、なんか1が2つなので、うん、まあ、新しい感じがするかなと、うん、で今、まあ、まず10次元に行って、うん、次に11次元か、ありがとうございました、はい、見よりした、はい、やってくれてた頑張るぜじゃあ、タケさん、これからもよろしくね巻きで、巻きで、巻きだったのね、巻きでね、はい、そうだね、で、広告って言いますかね、はい、これから新曲を、うん、そうです、そうです、その9月1日発売、うん、イベントの、最後のイベントのね、タイトルにもなってる By for now, by for good っていう新曲をこれからかけさせていただきますんで、はい、By for by now のちょっと意味を聞きたいんだけれども、ああ、うん、はい、By for now が、まあ、うん、なんていうんですかね、またね、まあ、うん、またね、さようなら、うん、バイフォーグッドは、うん、永遠にさようならみたいな、ちょっとなんか切なくなる、なんか10周年でさようなら今日の日はさようならみたいな、特にそんな何も意味もない響きの意味みたいな、自分基本的に何の意図もなく作るんで曲を、うん、まず曲メロディーが、もともとこれタイトルアウアウアなんですよ、うん、歌詞なしの曲として、はい、出てきまして、そうかそうか、で、あうあうあう言ってたんですけど、うん、でその後、それとは別に、詩が出てきて、うん、で、その詩を乗せて歌ってみた、うん、で、その詩の最後のところに、うん、バイフォーナーバイフォーグッドって言ってて、うん、うん、って、うん、そういう感じですかね、わかりました、で、まあ、はい、FU としては珍しく全く盛り上がらないところだったり、ずっと淡々として、うんうん、でもめっちゃ聞きやすいよな、まあそれを楽しんでいただければと思います。なんかアコースティックバージョンで近いかもしれない、はい、ああいう感じですね、ラジオで初公開なんですよね、そうですね、はい、昨日発売、聞いてください、どうぞ、では FU でした。
はい、そしてデスクでした。またね。はい、バイバイ。